4月27日ゴールデンウィーク1日目は中目黒の美容院にカットしに行きました。でもうずっと大学生の頃って今も大学生だけどお世話になってる美容師さんに切ってもらいました。どうぞ。はーい、ななみさんです。お世話になります。お願いします。はい、お願いします。いけてます？うん。映ってる。すごいね。もうちょい角度下。下？なんかその位置で。こういうこと？はい、ありがとうございました。で、カット終わった後は渋谷でお買い物して、お家帰ってグダグダしてました。で、夜ご飯は家族で、なんか超タケノコ尽くし飯しました。で夜9時ぐらいに信号がなんか呼んでたので中目まで戻ったら、よくわかんないけど塾みたいなとこ行っておじさんと話しました。なんかよくわかんないおじさんと信号の塾に行きました。はい、お疲れ様です。ザワーね、あれ切った？はい、つかねえ。全国にばらまきたいと思います。帰ります。友達がお近くにいたので集合しました。お疲れ様です。ちょっとカフェだけしていろいろ 2,3 時間話してっていう時間です。ね、本当に無理。友達は今日あのアイエルズのテストを終えてからなので顔を映ないので全モザイクで使おうと思います。これ声絶対入ってない、風やばくて。かわいい。なんだっけ、韓国でジェオン元気ねー、ジェオン。甘いものを頼んだんですけど品切れでした。うちら客単価低いで有名ですし。厳しい。あ、うまっ。うまっ。あんたは何ダージリン、うん、なんか華やか。でもいつもの感じ、色濃いね、さつま。うん、いつものいつもの。でもこんな味だったんだ感じじゃない。うん、確かにフルーツね。ダージリンとアールグレイの差を結局理解しないままここまで行って切ってしまったことを罪に思ったんだよね。そう、もうこれから60年間ぐらい恥をね、恐れずに恐れずに胸を張ってダージリンと注文できる。むしろ今までよくさ、分かんないままでさ、そのままにしてきたよね。なんと黒歴史。恥ずかしい。言えない、これ晒せない、全部ピース。寒いので移動します。でこの日は夜出かける予定あったのでちょっと勉強してからご飯食べて落ちてました。はい、こんにちは。お名前は？もう一回やりましょう。リュウガです。リュウガ本名でいいんだよね。なんてその方がいい。どっち本名で。友達を待ちます。バイバイ。じゃーん、じゃーん。CB？ お名前教えてください。自己紹介して早くして。もうしたの？なんで、どういう紹介したの？自己紹介して。名前言って。あ、いつもやる。レイです。コロちゃんです。ね、コロちゃんじゃないクソババ。はい、ってことでちょっと友達のお店に向かいます。一番おじさん。なんか可愛くない？ちら東京はい、はるちゃんです。働いてました。この後一緒に行きます。バイバイ。うん、当たり前じゃん。バイバイ。と、移動してます。はるちゃんは後ほど合流します。クロちゃんじゃない。クロちゃんの真似して。まあ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 、うわうわ。クロちゃんじゃないかな。クロちゃんの真似。
はい、ちょっと足並み揃えて、足並みを揃えよう。本面残って。いや、なんか普通に遊んでたら朝でした。ではバイバーイ。お疲れ様です。はい、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークってことで、今日はおはようございます。おはようございます。挨拶のタイミングおかしい。寝起きの方と、はい、寝起きの方です。お願いします。はい、お願いします。だってさ、これ後ろの人映るじゃん。あのアメフトの早慶戦の方に行きます。お邪魔します。タミです。頑張れ。言い過ぎ。バイバイ。にゃん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 。元気です。今日もここ食べちゃうね。こちらはリゾのみんなです。終わりました試合。でもみんなすごかった。みんなかっこよかったです。薄っぺら。下から撮んないでくれる？いくら薄っぺら。あ、これ見せるやん。チラチラついてねえから。何もついてないですけど。イエーイ。ハルさんもうでして3分を経ちました。3分経ちまして、スギちゃんが冷麺をほぐしてます。あのこれジェジェすごい入ってるんだよ。美味しい。さっぱり。来て手出して。おはようございます。タミちゃんも来てます。諸事情により移れません。この日はタミと朝一緒に家出て、で私は免許の講習に行かなきゃだったので、あのスタバ買ってから行きました。なんかギリギリすぎて超焦りましたが、なんとか受けれました。免許の講習終わって、この顔面やばい。で免許講習終わったタイミングでリリカが駅まで来てくれて、うちで髪を染めました。染めてますね。室内なんだからそれ取れば、いいじゃん別に。いいか。合ってる。違う逆。はーい、ってことで髪の毛染め終わりました。いい感じです。友達が近くの駅まで来てくれてるので、その子をピックアップして軽井沢の方に向かいます。リリカはここでバイバイで、リリカどこ行くんだっけ。餃子フェス行く。餃子フェス行くそうです。私らが昨日行ったところです。きっと行ったの。シンゴいる？いる。はーい、人が変わりました。ってことで、軽井沢の方に向かって行き、まーすゴー。一旦コンビニで飲み物と買います。誰か雑巾持ってたりしますか。言い過ぎ。言い過ぎなほどにフロントガラス汚いで。ねえ、やめてよ、バラさないで。はーい。なんか、窓が汚いと文句を言われたので、すごい一生懸命拭いてくれてます。それも天然水を使用した極上仕上げです。言い過ぎ。どうすか、綺麗になってますか。あのさ、人の車あんま汚いって言わない。汚ね。マジで、まあ、全部外側にもらわない。はーい、神田サービスエリアに来ましたが、まだ汚いと怒っています。ってことで、洗車第2弾入ります。イエーイ。うわ、疲れた。トイレ行ってきていい。なんで。それはなんで。もう空気美味しくない。バイバーイ。行きまーす。リスタミコ、まあ、リスタミコ。では出発します。あと1時間ぐらいですか。気を入れていきます。頑張りましょう。頑張りましょう。バイバーイ。はーい、到着。到着してお友達を待ちます。はーい。お友達が来ました。お名前は。大介です。ひなよです。ひなよちゃん、はい、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご飯食べに行きまーす。はい、待ってて。
追っかけて汚すぎる土地だ軽井沢の街並み Vlog、 街並み Vlog して、でもここなんてね、もうちょいまっすぐしんごさん、何食べに来ましたか？焼肉です。じゃあゴールデンウィーク中頑張ろうと思って。頑張るの？登録したなんて検索したの？そんなおこがましいね。次 Vlog、 そう、次 Vlog、 いただきます。こっち見てご飯食べ終わって友達の方、友達の家に向かっております。ひまわりさんぽ。はい、ご飯食べ終わって、さっきと同じこと言って友達の向かいますよ、着きました、はい、着きました。とても素敵なところに泊めていただいて、乾杯。やばい、顔でかすぎた、見すぎ、頑張れはい、お風呂に入りに来ました。え、終わった。はい、整いました。ありがとうございました。ではお疲れ様です。整いに乾杯はい、一発目の曲はこちら。ただいまの時刻5時10分、まだ寝てません。なぜなぜ、この人は運転をしないくせに生意気を言っています。明日の時はね、待って、家まで、うん、家まで終わったね、あんた。いけそういけそう、生えてるよ。行く？飛ぶ？飛ぶの？飛ぶ？飛ぶの？でもなんでこれくっついてんの？ねえ、やめてその歌。おはようございます。あー。だれすぎてやばい。いいすぎたいさ。はーい。ということで、大助は労働に行ったので、うちらは万平ホテルの方にちょっとご飯食べに、ちょっと遅めのモーニング、はい、遅すぎるモーニングをしに行きたいと思います。向かいます。ひなやちゃんです。おはようございます。ここでやるべきだった。どこでやるべきだった。バータル終わったあれバーシャー、あれバーシャーあれバーシャー、ほんまごめんやでね、あら、フロントガラス汚いの目立っちゃった。ワンワン乗ってる見た？終わった。やってませんでした。これガチャ。ほんまごめんやで、ほんまごめんやでイエス、獄門教みたい、うん、獄門教です。入ってます。はい、メニューがこれすごい、こっから食べるんですけど、用意されてる。あ、素敵。そう、かわいいこべってもやもや喋っちゃってます。かわいい、はい、あ、カフェ俺の方だったよねシビアだからわしはモーニングセット、シンシンはベーコンサンド。いただきます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 。食べます。あんたのあれなんだよ、自分でこう乗せる派なんだよ。あ、そういうこと？ああ、そういうこと？サラダだと思っちゃった。ほんと下手すぎ。あ、汚くなっちゃうけど大丈夫。ああ。これはもう乗せて、手で乗せて。さすが、さすがのカメラ画角。いただきます。さあ、この後の言葉にセンスが問われるよ。おいしい。かぶせられた
やられちったか。食べ終わりマリスタミコ。食べ終わりマリスタミコです。YouTube 鑑賞してます。YouTube 見てます。聞いた。はい、これから春にレテラス行きまーす。アイス食べに行きまーす。レッツジャーゴー。あのヒットの。ラララララララ。春にレテラス着きましたー。はい、誰もやる気じゃないです。普通にやる気なんでーす。はーい。雨ですが、到着。大雨ですが。大雨に来。傘持ってません。足だけ傘差してない。それな。しかも足半袖終わり。終わりでーす。取ってけ。飲んであげて。俺ダサいから脱ごうか。我々だけ傘持ってません。なぜですか。1個くらい積んでるはずです。ねえ。本当やめれる。いい感じに撮れました。行きます。はい、どこに来ましたか。マンプじゃない、アルミネテラスに来ました。違う、今この場所のことを言ってます。沢村です。ラグーパスタと鶏もも肉のローストが来ました。で、もう間もなくお友達も到着します。お疲れ。お疲れ様です。召し上がれ。でかくない？でかくない？何頼んだの？チキンカツバーガーです。この名物、うん、名物、美味しそう。召し上がれ。はい、ごちそうさまリスタミコ、いすぎ。お疲れさまリスタミコ。今から、一旦お家戻ってハップ温泉行きます。 H-A-P-P-U ハップ G-A-I-N-T-O-M-O-D-H-C-H-I。 ガチで寒い。それだけは嘘。それではお家へ帰っていきたいと。はい、よろしくお願いします。マジってる。マジそれガチャ？ほんまごめんやで。言い過ぎ。そうで、ちゃんとやんないよ。それ、多分指さす、ガチャを指さして。これ？それガチャ？そう。で、ごめんで。そうそう。終わりですか？終わった。終わった。HAPPU 温泉に行きまーす。行きまーす。ランニングしてみよう。走って行きまーす。大雨です。待って。またね。バイバイ。気をつけて。うん。アリには気をつけて。ハップ温泉に向かっております。向かっております。レッツラゴー。レッツラゴー。なんか、この人たちはサウナに囚われているので、足をサウナで殺そうとしています。なんで？水降ってるのに水が少ないんだって。供給量が足りないんだって。かわいそう。のどんものゆえ。レッツラゴー。あ、ついちゃった。どんものゆえ。どんものゆえ来ました。激混み予想です。激混みです。駐車場満パンでした。満パンパンでした。はーい。整い終わりました。もう整ってるから話しかけないでもらえる？っていうタイプもいるみたいです。ってことで今はなんか整うドリンク、オロポ待ってます。それ何、有名な？有名だよ、界隈では。界隈でなんかだから、そのサウナブームみたいので、うん、あの企業戦略で作られた。待ちます。でもやっぱめっちゃ肌綺麗になって感じがする。はーい、乾杯。ナイス整いでした。フィンランドとかのドリンクってこと？絶対に多分違う。だってさ、コロナミンシーとポカリセット。だからオロポ。終わった。めっちゃって怖いね。ナイスオロポでした。バイバーイ。はーい。家に戻ります。戻ります。済みました。帰ります。
終わった手加減してゆっくり走ってくれてる上に、ね、合図出すのがめちゃめちゃ早い。で参りました。何を食べるんですか。わかりません。わかりませんよ。ここや、ここや。はい、書いてないか。あ、書いてある。めっちゃ薄くやってまいりました。はい、イルソーニョにやってまいりました。どうですか、サウナ上がったからなんか何かまとってる感じしませんか。こちらの山本山のりとカレイザワ高原トマトのクリームわさび風味。2日間ありがとうございました。はい、はい、夜ご飯おごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。さあ東京へ帰りますか。バイバイ。さあ地獄に帰るよ。はい、バイバイ。スーパーガスってて何にも見えません。左折もできません。マジ何も見えない。マジ何も見えない。これ別に iPhone のカメラが曇ってるとかではない。え、ガチじゃない。あ、これね、ライト上向きにしたら死ぬよ。やってみ、ほら。え、待って、やばい、やばい。これ上向きにしたら今日死にます。え、はーい。神里です。霧の中の地獄ドライブを超えてあと1時間ちょっとぐらい、頑張ろう。ゴー。すごい、慣れてるの。そう、もうね、アシスタント。あ、ラフロントガラスが汚いわ、今日も。違う、曇ってるだけだったらやめてる人ないとね。ほんとやめるね。お疲れ様です。ありがとうございました。まもなくお疲れ様でした。ひなちゃんをお家に送り届けます。バイバイ。はい、こんばんは。こんばんは。ついに、ついに着いた。来ました。マジでお疲れ。東京帰ってきました。お疲れした。頑張りました。はい、明日学校頑張って。いろんなことがありましたね。そんなあったっけ。何があったっけ。何も覚えてないね。何だっけ。何も覚えてないけど、霧が出てたことだけは覚えてるよね。あの事故ったね、ほぼ。突っ込みそうだったんですね。まあまあまあ、あれはニアピンということで、ニアピン、毎度恒例ということで。毎度恒例、慣れっこですよ、はい、と。ありがとうね。またまたすぐ、まあ、多分彼は大学には来ないので、会うのは永遠に遠いお話。言い過ぎ、言い過ぎ大佐、言い過ぎ中佐でした。またねー、またねー。